い、皆さんこんにちは。名古屋のフィドル奏者友情です。久々に、アイリッシュトラッド乗っけようかなという感じで始めました。皆さん爪切ってますか？爪が長いとフィドルは弾けないですよ。まあバイオリンもそうだけど、今回はアイリッシュリール、今演奏した前半ちょっと暗めで後半がちょっと明るめ、この曲自体のキーは、B マイナーです。 B っていうのはドレミファソラシ C です。 C が C の単調、スケール、まず音階がね C、ここ C、こっちも C がある。ここまでの、スケールやりますね。音階やりますね。はい、これが C の、マイナーの、音階になります。で、この曲はね、この2番線の1の指、1番線の1の指、これ真ん中をね押すけるとどんな音が出るかというと、ファのシャープ、シで、3番線のファのシャープ、4番線のシ、これが基準になってます。基準というかフォーム、フィドルというのはバイオリンと違って いちいちね手を広げていては、なかなかリズムも取りづらいですし、音程も定まらない場合が出てくるので、コンパクトに今のこれのフォームを崩さないように、手を広げないようにね。はい、これが B マイナーです。はい、これはジグもねポルカも全部一緒です。ここを今のを基準にコンパクトに弾いていきます。で、この曲は AABB という進行になってるんですけど、まあ最初の A の4小節ちょっとやってみると、はい、今の4小節を、リピート含めて4回、はい、で B メロ、この4小節を、同じように4回で、少しだけメロディーがちょっと若干違うところがあるんですけど、まあほぼこの A メロ4小節 B メロ4小節を覚えてしまえば、まあアイリッシュほとんどそうなんですけど、もう完璧でございます。はい、ボーイングに関してはまあリールのまあいろんな方法ありますけども、まあメロディーによっても変わったりするんだけど、まずね、じゃあね、A メロゆっくりやってみます。ちょっとね、大げさにオーバーリアクションでボーイングやりますので、ちょっと見ててくださいね。いきますよ。アクセントのところで変なところにスラが、まあクラシックじゃなかなか出てこないパターンなんですけど、このイメージ、をできるようになれば大抵のリールはできるようになります。もちろんこれに限ったことじゃないんですけど、 B メロも一緒ね。いきますよ。はい、まあ同じ感じになるんですけど、そうするとうまいことアクセントがつくんですよ。で、強弱強弱、まあ、前からずっと毎回言ってるんですけども、もう一回 A メロね、これね、強弱強弱と弾くとメロディーはなんと跳ねて聞こえるんですね。普通に跳ねずにやる、普通に跳ねずに演奏するとこういうことです。楽譜を書くとすればこんな感じです。アクセントを加えると
タタ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 がタンタタンタタタタンタタンタタタタタンタタン、これを早くすると。はい、今日弱の弱のところはほとんど鳴ってないんです。指は言ってますけど、はい、そのコツっていうのはまあ人それぞれなんですけど、こっちがこうね円を描くようにね弾いてるんですね。はい、その部分はね、楽譜にも書けないですし、メモにも取れないので、メロディーはもちろん最初に覚えなきゃいけないんだけど、この弾いてる人の仕草と聞こえてくるメロディーの強弱、それを真似るっていうのが基本です。はい、ね、すごく簡単な楽にするとすごく簡単なんだけど、これ結構難しいんです。ただアイルランド行くとリールが一番多いので、ぜひ覚えてみてください。他の曲、他のリールにももちろん応用できますので、このパターンを覚えてください。さて最後にもう一回演奏して終わりたいと思います。よし、めぐりちゃんめぐりちゃんめぐりちゃん、あ、取れてるね。はい、めぐりちゃんちょっと待っててね。はい、失礼しました。じゃあ弾きますね。いきまーす。はい、というわけで今回は、あ、曲名言ってなかったね。オターズホルツ、え、オターズホルト、オターっていうのはカワウソ、動物のカワウソで、ホルトっていうのは、巣穴っていう意味です。カワウソの巣っていうことですね。なんでこのタイトルでしたかよくわかりません、相変わらず。では頑張って練習して、ぜひ一緒にセッションでもできたらな、嬉しいです。ではまた次回よろしくお願いします。バイバイ、またね。あ、もう一回ね、よいしょ。マグロちゃんでーす、マグロー。